さっき買ってきたばっかりのですね、ノコギリちゃんペアなんですけど、息子ちゃんが早速ですね、見つけました。はい。交尾。交尾してると。確かにこれは、あれですね、もう自然にペアリングしちゃってますね。これ明日交尾わ制にお。なってます。では、この子たちのですね、ちょっと産卵セットも、早く組まないといけないね、っていうことで、ちょっと次はこの子たちの産卵セットを組みたいと思います。はーい。はい。じゃあ次はですね、空いたお引越しのですね、方に、ブルージンノコギリのですね、産卵セットの方を入れていきたいと思います。はい。で、とりあえず下の方は、まずは、水を入れてですね、数日で軽き抜けたと思うんで、いいと思うんですけどね、これでね。で、こちらの方に、まずは、水分たっぷり状態で。一番下はですね、この状態にしておきましょですね。よし。OK かな。で、固めておきましょう。で、あとは、この上にですね、ふんわりマットを入れていきましょうかね。またですね、こちら、ちょっと加水したものを乗っけました。で、こちらは、1回目の1段目ほどはですね、加水はしてないです。ちょっとだけ加水しました。で、あんまりですね、もうギュッと押し詰めるようなことはしないようにしたいと思います。とりあえず、微粒子マットでですね、十分産んでくれるというですね、のが、ブログどなたかのものあったので、ですからね、微粒子マットで、一番下はちょっと固め、真ん中は加水した状態と。で、一番最上段はですね、特に加水しないとふんわりしたものを乗っけてという形でですね、いきたいと思います。では3段目いきます。3段目はふんわりと、あとは、かき混ぜスプーンのですね、ところについてたものを、取ってあげて、完成です。一番下が牛、2番目が加水してるけど、普通。3段目は、加水なし。もともと自然にちょっとね、湿気があるので、それをソフトに乗っけると。そんな感じです。じゃあ、あとはですね、こちらの、餌ですね、カットですね。はい。よいしょ。やっぱりこれね、楽しいですね。このスライス。やっぱり、このね、買っといてよかったなと思いますね。で、ここにですね、このペア入れときたいなと思います。さあ、このペアということでですね、はい、じゃじゃん。はい。出てきました。ブルイジンノコギリです。かわいいですね。すんごいミニサイズです。ちなみに、ガタオくんと比べるとこんな感じ。はい。ガタオくんがだいたい6センチくらいなので、半分ですね。半分あるかな？ 3 センチ満たないかもしれないです。さあ、アルケスくんとですね、比べると、ものすごいですね、差が。はい。アルケスくん、ちょっと、どうでしょう。アルケスくんと比べてみましょうかね。夢の共演です。あれ、ビビった感じですかね。ちょっとビビっちゃいましたか。怒っちゃいましたね。はい。背泳ぎはちょっとね、大変ですからね。はい。というわけでね、なんかもう巨人と、こうね、大型の巨人とですね、人間みたいなくらいの差がありますね。というわけで、はい。で、こちらに押すと。で、一応ですね、一緒に入れときましょうかね。メスちゃんと一緒に。はい。というわけで、
メスちゃん、あれ、メスちゃんは寝てる？寝てる？どっかで寝てるかな？ごめんね、起こしちゃうよ。起こしちゃいますよ。どこかな？あ、いました、いました、いました。いました、いました。大きさは、メスちゃんの方は大きさはですね、はい、こんな感じです。小指の第一関節くらいの大きさですね。はい。まあ、本当に可愛らしいです。まあ、オスもすごい可愛らしいんですけどね、メスもめちゃめちゃ可愛らしいです。スジクワとかルリクワとかですね、まあ超小型種がいますけど、まあその超小型種くらいの大きさですね。はい。大きな種類もですね、このツヤクワガタ買ったんで、また大きなのが来たんですけどね。まあただちっちゃいのもね、やっぱり可愛くて欲しいなーってちょっと前から思ってて、その時にですね、まあこのペアが、ブルイジンノコギリペアがですね、ちょっと当たりまして、まあ、虫屋さんのね、この間の、昆虫くじ、4頭が、カブクワマットと、それから、まあ、ゼリーのセットだったので、まあ、1000円で、その2つ買えるんだったらお得かなと思ってですね、まあ、聞いてみたらですね、なんと当たったのが2等と3等ということで、まあ、ちょっとドラマがありまして、特等1等ではなかったんですけどね。まあ、でも、非常に満足のいく子たちが我が家にね、迎えることができて、私としては非常にですね、嬉しい限りです。はい。じゃあちょっとこの子も、あら、この子たちは仮死状態ですぐ行くのが得意ですね。ということでですね、はい、しっかりと、元気な子を産んでほしいなと思います。はい。いやー、しかし、動きが早くコミカル。おー、早速潜っていっちゃったね。うん。はい。元気な子を産んでほしいなと思います。はい。ということで、お、向こうで動いてますね。アルケス君も。はい。さあ、ということでですね、本日は、この、ブルイジンノコギリクワガタの産卵セット組、そして、まあ、それに、付随してですね、アルケス君にもちょっとお引越し、ご協力いただき、そしてちょっとね、眠っていたガタオ君もですね、ちょっと起きてもらってということで、なんかガタオ君は寝ぼけながらなんか餌食べてる感じですかね。はい。ということで、動画でした。はい。じゃあまた、この子たちのですね、産卵セット、ね、結果の方は、まあ、1ヶ月後くらいにはですね、はい、今度は幼虫の姿が見えているんじゃないかなと思いますので、またその時には紹介したいと思います。さて、次はですね、次回予告ということで、ただいま難航中のダニ取りなんですが、思った以上に反響が大きくてですね、まあ、非常にありがたい、ですけども、そのですね、ダニ取り動画の方を、上げたいと思います。はい。そして、そちらの、方のですね、スラベシの方の、また産卵セットの方もですね、ちょっと組みたいなと思いますので。ただちょっとスラベシはマットがちょっと違うっぽいのでね、また新たなちょっと購入して、組んでいきたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。ではですね、こちらに新しいですね、お部屋の方が完成しましたので、アルケスツヤクワガタのですね、さあ、今ちょっとアルケス君と呼んでおきましょうか。最近ですね、息子ちゃんが名前つけるの好きなので、後で、この子にもですね、名前つけてあげてみたいとします。で、うん、ちょっと今お尻向けてるんですけど、さあ、この子もですね、じゃあちょっとね、お引っ越ししましょう。はい。さあ、お引っ越しです。おー、でかい。でかい。でかいぞー。終わった。ごめん。ああ、怒っちゃった。ごめん。ごめんねー。うん。でかいなー。
でかい。でかいぞー。そして力強い。ちょっとツヤクワガタがですね、あんまり長生きしないっていうことでですね、まあ、ショップの、虫舎のショップのですね、まあ、オーナーの方だと思うんですけど、確かあの方は、ね、という話を聞いていたんですが、意外にですね、力強いです。まだまだこの子は。ね、ワイルド品ということでですね、伺ってるんですけどね。一日でも長く生きてほしいなと思います。栄養たっぷりのご飯食べてね、行きましょう。というわけで、じゃあこちらですね。今ちょっとしっかり親指にくっついちゃってるんでね。この子も顎結構、豪快な顎してますね。ちょっと待って、やめて。ちょっと。今噛みましたね、ちょっとね、ちょっと。やめてください。怖いです、さすがに。ということで、こちらの方に。だからやめいっちゅっとるめん。怖いっちゅね。はい。ね。ちょっとこちらに乗っかってもらいたいと思いますが。さあ、困ったぞ。ちょっとどうしようかな。うん。ね。おーい、いた。早速やったね、この子は。痛いがな。マジ痛いがな。ちょっとね、それするんだったらね、あれよ。ちょっと。おいちゃんも、おぉ、さすがに怖いからね、落っことしちゃったね。ごめん、ガタオくん。ちょっと大きな子来たね。ガタオくんごめんね。うん。おいちゃんちょっと噛まれちゃってね、めちゃ怖かった。痛かったね。こう、明らかにね、こっちに対してね、こう、敵意を感じさせますね。はい。うん、ていうかね、ちょっとね、恐怖ですね。今、甘噛みのつもりレベルなのかどうかわかりませんが、結構怖かったっていうか痛いです、この子。ね、はい。ということで、なんかお腹を見せている状態になってますけどね。うん。はい。はい、まあ大丈夫でしょう。握ってるから。はい。いや、しかし、ガタオくんはさすがに、小型とは大クワガタなのでね、それなりに、といっても6センチぐらいかな、ガタオくんは。うん。なんですけどね、この子やっぱでかいですね。目測であれなんですけどね、ちょっとね、ノギスやっぱ買ってきた方がいいな。まあ、軽く、9、10、くらいかな。まあ、100ミリ近くはあるかな、この子ね。やっぱり大きいですね。はい。というわけでね、じゃあ、お引越し完了です。はい。ちょっと焦ってさっき。